光と影、表と裏、人間のこう表裏とか潜入捜査官でありながらヤクザという場所で正義なのか罪なのか闇なのか光なのか死なのか生きることなのか、まあ、希望と絶望とかそういう相反する物語を主人公は突きつけられて、正義というものなんかとっくに崩壊しているような、自分は何をギリギリで保っているのかということを問いかけるように生きている金高という、まあとんでもない映画になるじゃないかな。あんまりこう比べるものがない、まあ僕はあんまり見たことがない映画になるかなと思うし、何かと比べる映画ではない、ただ唯一の映画になるんじゃないかなと思いますし、しびれるっていう映画になると思います。全編通してノックアウトされるような映画になるんじゃないかなと思っています。